こんにちは、森ありです。はい、今日の購入品紹介はじゃーん、またダイソーでございます。みんなが大好きなダイソーでございます。しつけ。最近、いや、森ありって100均多くないみたいな説あると思うんですけど、私ももうすごい最近100均超愛用してる。便利ね、100均って。中身はさほど変わりはないかもしれない。まず1つ目、こちらになります。マイクロファイバーバスタオル、結構大きかった。私が思ってたよりめっちゃ大きかった。これからプールとかね、なんかこう増えるかなと思って買ったんですけど、予定はないです。はい、そしてこちらスプレーボトルです。かわいい、バービーみたい。そしてこちらヘアターバン、これは私がよく使ってるあのヘアターバンの丸めるバージョンみたいなやつがあるんですけど、速乾性のやつですごいすぐに乾くのでめっちゃ使い心地がいいです。細い人、本当に細い人にはなんかブラトップとかに使えそうなぐらいだけど、まあこんぐらいしかないんで、まあ、でも細い人にはいけそうだけどね。そして同じようなやつ、こちら、はい、速乾性の、 あのヘアドライの手袋なんですけど、ぴったりです。私手がここからここまでで約15センチなんですけれども、ぴったりというか、まあ、ちょっとこんぐらい余るかな、なんですけど、でも小指クソ余ってる、めっちゃ余ってる小指。こんな感じでいけるかなと思います。気になる、小指が気になる。はい、そして何に使うのかな、こちら、はい、ヘアカラーテープでございます。私は結構あのセルフで染めたりとかすることが多かったりするので、これはね、ゴミ袋を私はかぶっていた時代が懐かしいです。こういうのを買える時代がやってきました。そしてじゃーん、ミラーです。いつもみんなにこうメイクとかをたまに私するようになって、こっちとかあとは携帯のミラーとかでやったりとかするので、ここになんかミラーとかをちゃんとくっつけて、でもね、思ったの、ここにミラーをつけてもね、こうやってなるからね、目線合わないじゃん。ここにやるってなってもね、こっち見ちゃうじゃん。ってことはここにミラーやるってことみたいになってくるとさ、結構むずいんですよね。こうなってくるとこうなるわけじゃん、目線合わねえみたいな。そしてじゃん、ピンクの静電気を抑えてくれる櫛です。メイクさんからもらって、結構これ使いやすくて、こうほぐしたりとかするときとか、あと逆毛立てたりとかするときめっちゃ使いやすくてですね、これ使ったんですけど、なんか青なんで嫌だなと思って、ちょっとメイクさんにあのこうやって青なんでっつって返してピンクを買ってきました。はい、そしてこちら櫛ですね。ここがね、なんか硬いじゃん、これなんかビヨンビヨンビヨンってしてるやつだったので、あの今エクステだから、なんかそれよりかはちょっと硬い方がいいかなと思って、あのビヨンビヨンってしてる方がいいっていう人もいるんですけど、私は一応この硬めの櫛を買ってきました。そしてこちらスマホのスタンドですね。とりあえず今私 YouTube 生放送とか、あと LINE ライブとか生放送とかの時にこれ結構使ってる方多くって、あの私の友達とかもこれ使っててめっちゃ便利だよって言ってたので買ってみました。はい、そしてこちらはね、さっきのケープのカラーバージョンですね。ピンクが可愛かったので買ってきました。はい、そしてこの間買ってきて、あのなくなっちゃったって言ってたやつなんですけど、じゃん、極ふわのあのビューティーブレンダーに似てるやつですね。触ってみたの、やっぱりみんなが言う通りすごく硬かった。なんかもっとふわふわってなってると思ったら硬かった。もんでりゃいいってもんでもないと思うので、なんかそう硬いから、うん、なんだろうな、多分何かしらすればこの硬さはなんかできるかなと思うんだけれども、硬かった。はい、そしてこちらまさかのガールズトレンド研究所のレジャーシートです。ハートのレジャーシートが買えてなかったので買ってきました。あの海とかプールとかもしかしたら行くかなと思って行かないんですけど、全然予定入ってないんですけど買ってきました。部屋とかにあるだけで絶対可愛いなと思って、ほら、え、てかめっちゃでかっ、可愛い、てかここに貼りたい。あの 3.5 畳ぐらいのウォークインクローゼットが、あの撮影部屋の方に、ここの撮影部屋なんですけどあるので、これをちょっと引いてみようかなって思います。はい、そしてちょっとこっからね、
お見たことあるぞみたいなゾーンに差し掛かってきます。全部一緒です。じゃーん、よいしょ、一個いいかな。お花でございます。こんな感じです。次は葉っぱです。何をしてるんでしょうか。私は葉っぱ、この葉っぱは2個買ってきました。ぐる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 っとする葉っぱ。はい、そして最後にこちらです。はい、いろんな種類のお花を買ってきました。なんかブーケみたいだけど違いますよ。花をね、今いっぱい集めてて、お花と葉っぱをいっぱい集めてるんですけど、そうね、めっちゃ可愛いのがこれしかなかったので買ってきたんですけど、まあ、この間はピンク変えたのでピンクと混ぜながら使っていこうかなと思います。無理やり何しようとしてんのみたいな購入品最近増えてると思うんですけれども、本当に今年中に分かると思いますので、皆さん楽しみにしないで待っててください。ということで今日の100均の購入品紹介はこんな感じでございました。ではでは、森有でした。せーの、おつわり、バイバーイ。